西へ基地包囲旅行、豊臣秀吉も愛した有馬温泉へ。33回目の基地包囲旅行は、有馬温泉です。今回は予算2万円は無視しました。というのも、来年は豪雨土星が東に来るので、東西の方位は大凶の方位になるためです。今年のうちに、西は遠くまで行っておこう。という一大決心のもと、関西屈指の有馬温泉を選びました。非火山型の自噴泉。有馬温泉は、日本最古の温泉として知られていますが、これは自噴泉だからです。地中深く掘らなくても、温泉が湧出しているのが自噴泉です。日本中に自噴泉はありますが、非火山型は珍しいようです。有馬温泉のことを調べてみると、フィリピン海プレートが深く沈み込んでいるプレートテクトニクスと深い関係があることが分かりました。また、有馬高槻構造線という活断層の上に有馬温泉があることから、地震と有馬温泉の温度が関係しているようです。豊臣秀吉が有馬温泉に通っていた頃に、慶長伏見地震という大地震があり、有馬温泉の源泉温度が急上昇して、入れなくなった、という記録が残っています。酸化した鉄で赤く濁った金の湯。市営の温泉金の湯は、岩鉄ナトリウム塩化物強塩高温泉というもので、海水の2倍の塩分濃度なのだそうです。有馬温泉は、有馬型温泉とも呼ばれていて、源泉の成分含め、長く研究の対象となっています。有馬温泉の成分分析から、変成水ではないか、という研究もあります。変成水というのは、岩石に含まれている微量の水のことです。岩石中の鉱物は、高い温度や圧力の影響を受けると、新しい鉱物に変化するのですが、この過程で岩石からは水が余って出てきます。これが変成水です。この変成水と、有馬温泉の成分がよく似ているというのです。有馬温泉のパンフレットの中には、600万年前のフィリピンの海水が、湧出したのが有馬温泉だと説明しているものもあります。金の湯は、塩分濃度が高いので、保温効果が高い温泉です。ぬる湯は42度、熱湯は44度という設定です。はじめは、ぬる湯に入りましたが、私は熱湯の方が好きです。半身浴、または足湯の状態で、十分に体が温まります。最初に熱湯に入った時は、足先がビリビリとする感じがありました。多分、毛細血管が広がっているんでしょう。一旦洗い場に出て、水シャワーを足にかけて入り直すと、ビリビリがなくなりました。合計で20分も使っていませんが、温泉から出てしばらく経っても、首から下が真っ赤なままという保温効果でした。有馬温泉に行ったら金の湯には、絶対に入ってください。金の湯は観光客の利用が多いので、午後よりも午前の方が空いています。地元の方とおしゃべりするのも楽しいですよ。炭酸泉と放射能泉を混合した銀の湯。こちらも市営で運営されています。銀の湯は、炭酸泉と放射能泉を源泉とした温泉です。銀泉は、有馬温泉名物の炭酸せんべいやサイダーの元になっています。今でも飲泉が可能なので、飲むことができます。私は、鉄分を含んだ炭酸水、という味を感じました。銀の湯には、今回入りませんでしたが、無色透明だそうです。炭酸泉は、毛細血管が拡張して、血流が増加する効果があります。また、放射能泉には、鼻や口からガスを吸入することで、自然治癒力を高める効果があります。効能が違う金の湯と銀の湯の両方に入るのが、本当の有馬温泉体験のようです。秀吉ゆかりの歴史名所も。秀吉が利用していた岩風呂の跡が見つかったのは、阪神淡路大震災の後。有馬温泉は、地震と深い関係にある温泉地であり、阪神淡路大震災によって、豊臣秀吉の愛した有馬温泉の跡が見つかったのです。現在は太閤の湯殿館として、整備されています。地震も、悪いことばかりではないのですね。有馬温泉の観光としては、源泉巡りが一押しです。源泉を見て歩くだけなのですが、有馬温泉を巡ることができるので、とてもいいと思います。また、自然の美しさを感じたいのであれば、鼓ヶ滝がおすすめです。ほとんど人がいない場所なので、夜は怖いですが、午前中は清々しいです。梅雨時なので、水量がとても多く、滝の流れ落ちる音が印象的でした。西を基地包囲に取った時の報徳については、ブログをお読みになって、ください。